国役は平安時代から南北朝時代にかけて朝廷及び国衙が諸国に課した雑役、一国平均役などの会期のこと。転じて室町幕府が守護大名及び諸国に課した単線などの会期及び守護大名が独自に両国に対して付加した会期のこと。律令制の崩壊後、朝廷は作り代理役や役府公米などを名目に国衙を通じて雑役や一国平均役などを国衙領や荘園などに課していった。また、国衙も同様の名目で自ら付加、徴収を行うようになっていく。こうした国衙から当該領制国への付加を11世紀中頃から国役と称するようになっていった。12世紀に入ると在庁官人などが国役の一環として在家役を課して公領把握に努めるようになる。鎌倉時代に入ると朝廷による一国平均役が鎌倉幕府や死後の関与を得ながらも国役として展開されることになる。南北朝の戦乱の中で守護領国政が形成されていく中で室町幕府及び在地を支配する守護大名が朝廷、国衙に代わって国役の付加、免除の権限を掌握するようになる。室町幕府は守護大名及び彼らを通じて諸国に対して単線及び地頭御家人役などの形で課すことで財政収入を得た。また、守護大名自らも国内に対して守護役として夫役、雑物、単線などを課していった。こうした付加をまとめて国役と称した。こうした国役は室町幕府、守護大名の没落で消滅するが、江戸幕府による諸藩や旗本、農民への国役普請は、その復活と見ることもできる。ありがとうございます。